皆さん、どうも、こんにちは。トリです。本日は、就職活動の極意として、正しい自己分析のやり方を紹介していきたいと思います。皆さん、就職活動は順調ですか入りたい業界はもう決まりましたか業種、職種も決まりましたかどうですかおそらく、まだ全然決まってない。そもそも、就職活動、 何から手をつければいいのかわからない。何から始めればいいのと頭を抱えていらっしゃる方も多いはずです。そんなあなたに今日は就職活動の基本中の基本である自己分析のやり方をレクチャーしていきたいと思います。自己分析とは読んで字のごとく自己を分析することです。就職活動の 第一歩はこの自己分析をすることから始まります。就職活動のスタートは自己分析からなんです。ここからいきなり自己分析のやり方を紹介していくのではなくて、まずその前になぜ自己分析をするのか、その理由を紹介していきたいと思います。なぜ自己分析をしなければならないのか、それは 自分という神の作品をよく知るためです。創世紀一章二十六節から二十八節、二章七節から九節。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の見姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを 支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神である主は、 その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は東の方のエデンにそのを設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく、食べるのに良い全ての木を、そしてそのの中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。 ネヘミヤ記九章、六節。ただ、あなただけが主です。あなたは、天と、天の天と、その万章を、地と、その上のすべてのものを、海と、その中にあるすべてのものを作られました。あなたは、そのすべてを生かしておられます。天の万章は、あなたを不がんでいます。イザヤ書、四十章、二十八節、四十三章、四節,節、七節、 45章、12節。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。私の目には、あなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから、私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。 私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。この私が死を作り、その上に人間を創造した。この私が手で天を伸び広げ、その万象に命じたのだ。詩編139編、13節から18節22編、9節10節あなたこそ、 私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで折り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが記されました。 私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、神を、あなたの身思いを知るのは、なんと難しいことでしょう。そのすべては、なんと多いことでしょう。数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。誠に、あなたは、私を母の胎から取り出した方、母の乳房さにより頼ませた方、生まれる前から、私はあなたに、 委ねられました。母の体内にいた時からあなたは私の神です。エレミア書、一章、四節、五節、二十九章、十一節。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の体を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。私自身、 あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。実は私たち人間は神様によって作られた神様による作品です。神様はただなんとなく私たちを作られたのではなく、しっかりとした目的を持って、 私たち一人一人をお作りになられました。私たちが生まれてから死ぬまでの一生はすべて神様の見ての中にあります。じゃあ神様は私たちをどんな目的を持ってお作りになられたのか。私の目的は何だろうかと思いますよね。その神様の目的を知ることができるのが 自己分析です。多くの学生は、神様が自分をお作りになられた、その目的を全く考えずに、自分のやりたいこと、叶えたい夢を最優先事項として、自分のやりたいように就職活動を進めます。しかし、この考えは間違いです。信言16章、1節から9節19章、 21節「人は心に計画を持つしかし下への答えは主から来る人には自分の行いが皆純粋に見えるしかし主は人の霊の値打ちを図られるあなたの技を主に委ねよそうすればあなたの計画は固く立つすべてのものを主はご自分の目的のために作り悪しきものさえ災いの日のために作られた心の高ぶりは すべて主に意味嫌われる。断じて罰を免れない。恵みと誠によって都がは許され、主を恐れることによって人は悪を離れる。主が人の行いを喜ぶとき、敵さえもその人と和らがせる。正義によるわずかなものは不正による多くの収穫に勝る。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、主が人の歩みを確かにされる。人の心には、 多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。イザヤ書、55章、8節、9節。私の思いは、あなた方の思いと異なり、あなた方の道は、私の道と異なるからだ。主の言葉。天が地よりも高いように、私の道は、あなた方の道よりも高く、私の思いは、あなた方の思いよりも高い。就職活動の成功の秘訣は、 自分のやりたいこと、夢、計画を一旦脇に置いておいて、自分をお作りになられた、天地創造主なる神様のなさりたいこと、神様の計画に沿って活動を行っていくことです。神様があなたを作った目的に従って、あなたが就活をするとき、あなたの就職活動は、 成功します。その神様の目的、計画を知るために必要なのが自己分析です。神様には将来、あなたについて欲しい職業が、してほしい仕事があります。その職業にあなたがつけるように、その仕事をすることができるように、神様は何十年とかけて、 あなたに必要な能力や知識を目につけるように養ってこられました。また神様はあなたの将来の仕事のためにあなたに賜物をお与えになられ、あなたの人生を通してその賜物を磨いてこられました。賜物とは神様から与えられた才能のことです。コリント人への手紙第1、12章 4節から11二28節から31節さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ種です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰。ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、もの。ある人には奇跡を行う力。ある人には予言。ある人には霊を見分ける力。ある人には主樹の威厳。ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は 見心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。神は教会の中に第一に人たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物援助、管理、主樹の威言を備えてくださいました。皆が人でしょうか皆が預言者でしょうか皆が教師でしょうかすべてが力ある技でしょうか 皆が癒しの賜物を持っているでしょうか皆が威厳を語るでしょうか皆がその解き明かしをするでしょうかあなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今、はるかに勝る道を示しましょう。ペテロの手紙、第1、4章、10節、11節。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、そのた物を用いて、 互いに使い合いなさい。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によって、ふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいて、イエス・キリストを通して、神があがめられるためです。この方に栄光と力が、よいよ限りなくありますように。アーメン。ローマ人への手紙、12章、3節から8節私は、自分に与えられた恵みによって、 あなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って、 異なるたまものを持っているので、それが予言であれば、その信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。つまり何が言いたいのかというと、あなたの過去をじっくりと分析することによって、 神様の深いご計画を理解することができ、あなたが将来つかなければいけない職業がわかるということです。なぜなら、すでにあなたは必要な才能、知識、経験、スキル、賜物をすべて与えられているからです。それでは具体的に自己分析の方法を紹介していきたいと思います。 いくつかのステップに分けて紹介します。ステップ1過去の経験を覚えている限りすべて書き出す。どんな些細なことでも大丈夫です。覚えている今まで自分が経験してきたことをすべて書き出しましょう。すべてが神様の計画です。すべてに何かしらの深いご計画が あるからです。意味のないことは何一つありません。ステップ2。ステップ1で書き出した経験、一つずつの横に、その経験から学んだこと、感じたこと、得た知識、得たスキルなどをできるだけ詳しく、詳細に書き出す。あなたがこれまでに経験してきたことは全て 神様の見ての中にあることであり、あなたに何かしらの学び、知識、スキルを身につけて欲しくて与えられたものです。その経験があなたをどのように形作ったのかじっくりと考えましょう。ステップ3、ステップ2で書き出したすべての項目を別の神にまとめる。 ステップ2で書き出した膨大な量の項目をできるだけコンパクトにまとめましょう。似たような項目は一つにまとめることができます。ステップ4、ステップ3で出来上がったものをもとに進むべき業種、業界、職種、業態を決める。神様があなたにお与えになられた学び、知識、 経験、スキル、賜物を活かすことができる業種、業界、職種、業態を探しましょう。ここで注意していただきたいのは、決して自分の社会的成功を求める目線で探さないでください。仕事とは読んで字のごとく使えることです。つまり、 人に使えることが仕事です。神様から与えられたものを自分のために使うのではなく、隣人のために、他人のために使っていきましょう。仕事はそれ自体が目標なのではなく、人を愛するための手段です。業種、業界、職種とは分かりやすく説明すると、こういった 図で示すことができます。業種が一番広い範囲のことを指し、その後に業界、職種とだんだんと狭くなっていきます。職種、業態まで決めることができれば、就職活動の第一歩は終了です。皆さんどうでしょうか第一歩を踏み出す気になったでしょうか自己分析とは、神様の深いご計画を 読み取ることができる人生でまたとないチャンスです。社会人になってからは仕事が忙しすぎて自分の人生についてゆっくり考える時間が持てないので非常に良い機会になると思います。ぜひ一度やってみてください。この話を聞いて聖書に興味が湧いた方、神様についてもっと知りたいと思われた方、 キリスト教についてもっと深い知識を学びたいと思われた方はいらっしゃいませんか最後にキリスト教の神様であるイエス・キリストについて紹介したいと思います。エペソジンへの手紙1章7節2章1節から10節このキリストにあって私たちはその血によるあがない、背きの罪の許しを受けています。これは 神の豊かな恵みによることです。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の横のままに生き、肉と心の望むことを行い、 他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、そのの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天井に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって 私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それは、あなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。 神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。イエス・キリストが具体的に何をされた神様であるのかを紹介します。私たち人間は罪、人です。生まれながらにして罪を抱えて生きています。この地上にいる人間は全ての人が罪人です。罪があれば人間はどうなるのか。 罪の報酬は死です。つまり人間は罪があるがゆえに死んだ後地獄に行ってしまいます。ここで人間は思います。この罪をどうにかして取り去ってしまおう。しかし残念なことに、この人間のうちにある罪、人間の力ではどうしても取り去ることができません。つまり私たち人間はこの罪のゆえに 地獄に行くしか選択肢がありません。非常に絶望的な状況です。この状況を哀れに思われた神様は約2000年前に愛する一人子イエス・キリストをこの地上にお使わしになられました。神様は愛する一人子イエス・キリストを人間の罪に対する生贄、備え物、捧げ物として 十字架の上に捧げられました。愛する一人語、イエス・キリストは、自ら神の御心に従って、自分の身に人間の罪を全部背負って、十字架にかかって死なれました。そのイエス・キリストという、たっとい、なだめの捧げ物によって、人間の罪が完璧に許されました。 イエス・キリストは死んだだけではなくて3日目に復活されました。復活されたイエス・キリストは天に登って神の右の座に着座されました。つまりイエス・キリストは今もなお天で神様として生きておられます。このイエス・キリストの十字架の死と復活、イエス・キリストという長めの捧げ物によって人間の罪が 完璧に許されたこと、イエス・キリストは神であることを心で信じて、その信じたことを口で告白して、洗礼、バプテスマを受ける者には、今も天で生きておられるイエス・キリストによって、罪が完璧に許されて、もはや死んだ後、地獄に行くのではなくて、天国に行くことができるようになりました。 つまりイエス・キリストを信じる者には永遠の命が与えられるんです。イエス・キリストという神様は一人でも多くの者が地獄に行くのではなくて天国に行くことができるように自分自身を捧げられたそんな愛のあるお方です。就職活動をするとき人生についてよく考えることに なります自分の人生は一体どこに向かってるんだろうか人生の目的とは何だろうか何のために私は生きてるのかそれが分からずに本当に悩むそのような時期です。イエス・キリストのもとに来ればあなたの人生の目的、使命が分かります。神様を知れば、神の目的を知れば、 その目的に従って歩めば本当に満たされた人生最高の人生を歩むことができますもし今この動画を見てくださっている方の中に本気で自分の人生の目的を知りたいと思われた方がいらっしゃったらぜひ一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください 教会の神徒があなたを導きます自分の人生の目的が分かってしまえば就職活動は簡単です。神様とイエス・キリストはあなたが教会にやってくることを身元にやってくることを切に願っておられ両手を広げて待っておられます。神様とイエス・キリストはあなたに人生の目的が 何であるのかを教えたいと思っておられます。